出会いはふとした瞬間、帰り道の交差点で。あ、どうも、チシブ、チブルシアです。今回はですね、あのチブを舞台にした伝説的なアニメ、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないや、空の青さを知る人よでもおなじみのこちら旧チブ橋に来ております。この旧チブ橋から歩いて30秒ぐらいのところにある手打ちそば笹市さんに今日は行ってみたいと思います。天気もいいですしね、早速行ってみましょう。あ、ちなみにですね、今旧秩父橋は工事中でございます。はい、じゃあ早速行ってみましょう。秩父深夜、秩父をテーマにした YouTube です。 GO! 秩父空を見上げ、いつでもこの街を思うよ、素直にならるよ。さあやってきました、笹市さん。お品書きどれどれと。お、秩父名物生姜の佃煮、気になりますな。窓からの景色いい眺め、絶景だんべ絶景だんべ。今回は人気のくるみそばと生姜の佃煮の小鉢を注文しました。普通のつゆと天ぷらはサービスですって。やっててよかった、チブル深夜。この手打ちのそばが特徴的でもっちもちした食感なんです。それをくるみが荒々しく入ったくるみつゆにつけて食べれば、もう絶妙。普通のつゆもうまいな。さあ生姜の佃煮どれどれ。生姜のピリ辛さが鼻にツーンと、花粉症でムズムズの僕にはちょうどいいな。佃煮の甘辛さと合わさって、これまた絶妙の癖になる味。こちらはサービスでいただいたフキノトウの天ぷら。秩父の春感じてます。ごちそうさまでした、ありがとうございます。はい、いかがでしたでしょうか。いやー、そばも生姜の佃煮もうまかったっす。癖になる味でしたね。
また来たいと思います。なんか美味しい蕎麦屋さんのレパートリーがまた一つ増えたなっていう感じでとっても嬉しいです。皆さんもぜひ来てみてください。皆さんいつもご視聴ありがとうございます。引き続き秩父の魅力をどんどん伝えていきますので YouTube の登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではしぶる深夜目指せ韓国だし、次回も頑張れ、またね。 in 笹市ちんたんそば美味しかったよー。